皆さんは、サンダーバードという特急をご存知でしょうか？サンダーバードとは、北陸を代表するエース的な特急列車です。ですが、この特急が、ある列車によって廃止寸前まで追い込まれてしまいました。それが一体どういうことなのか、今回はサンダーバードに着目しながらご紹介していきたいと思います。まず、特急サンダーバードというのは、1995年にスーパーライチョウの置き換えとして登場し、関西と北陸を最速で結ぶ JR 西日本を代表する看板特急列車となりました。当時は富山や魚津、和倉温泉など様々なところに行ける特急でした。しかし、北陸新幹線が開業すると需要が減ったため、富山、魚津の行き先は廃止されました。その後、金沢、和倉温泉間については、七尾線に乗り入れる最後の特急として、1日1往復、サンダーバードが和倉温泉まで運転しています。しかし、その区間も運転廃止になるかもしれません。理由は北陸新幹線が2024年に敦賀まで延伸することになったからです。延伸されるとサンダーバードは大阪、金沢間を運転できなくなり、大阪、敦賀間の運転になります。そして、2030年度には北陸新幹線が新大阪まで延伸することになり、もう近いうちに引退するかもしれませんね。次に、なぜ大阪、金沢間を運転できなくなるかというと、時間短縮のためだからです。サンダーバードは、大阪、金沢間を2時間45分で走りますが、北陸新幹線は、約1時間40分ぐらいで走るので、北陸の移動を、新幹線の方がいいと、JR 西日本が、案を出した結果、新幹線が延伸することに決まりました。だから、運転ができなくなるのです。だけど、サンダーバードは、未だに大活躍しているのでこれから、どうなるのかはわかりませんね。自分的には、まだまだ走ってほしいです。今回は、サンダーバードが、北陸、新幹線の影響によって、どうなるのかを紹介してきましたがどうでしたでしょうか？今回の動画はここまで。ご視聴いただきまして、ありがとうございました。